だず、なず、三の違いダイレクトアタッチとストレージとは、ネットワークを挟まずに、サーバやワークステーションに直接接続されるストレージで、ある。レトロニムであって、ストレージエリやネットワーク及び、ネットワークアタッチとストレージのようにネットワーク化された、ストレージでないものを区別する用語。ストレージへの接続方式として、シリアル a t a ATA、s c a d sas 等のプロトコルが用いられる。複数台のストレージを接続する場合は、スカジーのデイジーチェーン接続もしくは FC 利用によるデイジーチェーン等を用いる。ネットワークの知識がなくとも設置運用が可能では、あるが、サーバーごとの専用ストレージ扱いとなり、データ領域の共有はできない。また、組織全体のストレージ容量が把握できない。 バックアップを個々に行わなければならない等のデメリットも存在する。ホストバスアダプタを通してコンピュータ本体に直接接続されているストレージである。両者の間にネットワーク機器は存在しない。主な接続方法は ATA、シリアル ATA、スカジー、SAS、ファイバーチャネルなどがある。 まずは、アイランスオブインフォメーションとも呼ばれ他のサーバーとデータや空き領域を共有できないという欠点がある。なずやサンはこれに対処したものだが、導入コスト、管理、セキュリティ、リソース仕様の衝突などの別の問題を抱える。ありがとうございます。